エーベル・アントニオ・パラシオスは、コロンビア・サンティアゴ・デカリ出身の元同国代表の元サッカー選手。1990年10月28日、インデペンディエンテメデジンでキャリアを開始し、2001年、湘南ベルマーレに加入すると、高い存在感を示しサポーターの信頼を得た。人間性も高く、ファンサービスにも気軽に応じた。2003年以降は、怪我に苦しみ、 2004年シーズン途中に、柏レイソルへ、レンタル移籍した。同シーズン終了後、母国コロンビアへ帰国。2005年シーズン以降からコロンビアに帰国後も、2009年の、ホーム最終節であるザスパック撮戦に来場、勝利の花道で選手の到着を待つサポーターから、チャカ考慮を受けたり、2010年の J1 昇格記念試合に出場したりと、 本人も湘南ベルマールに愛着を持っているようである。2009年になると40代の年齢に突入し、45歳のアントニー・デ・アビラに次ぐコロンビアリーグ史上2番目の最年長現役選手となった。2010年6月30日にクラブから契約を結ばないことを発表され、そのまま引退したと思われたが、クラブは6ヶ月間の短期契約を結び、開幕戦のコルトゥルア戦でゴールを決めた。 2011年に引退したコロンビア代表として 1998FIFA ワールドカップに選出グループステージ前3試合にフル出場相性はチャカありがとうございます